工藤東太郎は、日本の舞台演出家、TV ディレクター、イベントプロデューサー。北海道出身、アクターズスタジオを設立。アメリカのミレニアムダンスコンプレックスの日本法人、元代表。中華人民共和国ミスユニバース名誉顧問。血液型 B 型、北海道室蘭市に、父、吉信。母、玲子の長男として誕生。両親は共に、 室蘭民放社で社内結婚であった。後に母親が駆動商事を設立。飲食店の他店舗経営に乗り出し一時期へは裕福であったようだ。1970年のオイルショックで鉄の町と言われた室蘭は景気が低迷し、同時期に母、玲子が胃がんにより他界したことにより会社は潰れ一家はどん底を味わう。地元の進学校。 室蘭清水急高校で大学進学を目指していたので、産経新聞の小学生として、札幌商科大学人文学部、人間科学学科へ入学するが学費と生活費を稼ぐためにアルバイト三昧で、ほとんど学校へは通えなかったという。同時期に設立された、ナックタレントセンターの一期生となり、舞台俳優としての訓練を受け後に自ら劇団を主催して、 舞台を中心にテレビ、ラジオ、イベントへと出演の場を広げてゆく。ナック・タレントセンターの北海道責任者で俳優の北川洋一郎からの勧めで、広告代理店株式会社、参考エージェンシー、札幌営業所へ入社。テレビ番組制作、人材派遣、イベント制作などを経験し25歳で独立。テレビドラマ、 映画、コマーシャルへ人材を派遣する株式会社フェームを設立して代表取締役となる。29歳で社内に教育機関として北海道ジュニアアクターズスタジオを創設して全国で芸能人の卵たちを発掘育成するシステムを構築していった。小学校5年の3学期に引っ越しに伴い転校した先でそれまで消極的だった性格を変えようといきなり、 この学校は僕が仕切ると番長宣言をしてしまい、結果的に反感を買い4組から3組へと学級追放となる。アクターズスタジオを全国展開するにあたり、ベンチャーキャピタルの日本アジア投資株式会社からの出資を受けるが後に、それを指定集団に買われて株式の過半数を占有され、株式会社フェイム及びアクターズスタジオを乗っ取られてしまう。 無一文となり投げ出されるが当時業務提携していた芸能プロダクションライジングプロダクションの平、鉄尾社長など複数の助けを借りて株式会社アクターズスタジオネットワークを設立し復活した趣味である釣りはアマチュアのレベルを超えており友人たちとオホーツク海のお台沼から船をチャーターしておひょう釣りに出るもくなしり等の手前でロシア園外警備船に打捕された 三浦春馬、八木有紗尾形隆一千葉両平青乙女光忠月、風花のが周平三浦東子堀紫音、西島高弘、工藤大輝大正綾、ミレニアムダンスコンプレックスライジングプロダクションアミューズ、スターダストプロモーション、ありがとうございます。